しょ。OK。こんばんは。目が乾燥しちゃう。東京雨降ってるんだ。頭痛い。私も最近偏頭痛持ってなかったのに偏頭痛めっちゃなったんですよ。なり始めてめっちゃ乾燥気味だった。確かに近くのスタバじゃないよ、あれイオンのスタバで。頭痛いっていう日が増えるかもしれない。最近めっちゃね、天気悪いとめっちゃ頭痛いんですよ。なんでなんだろう。地元は雨です。気をつけてね、気をつけてね。気圧の関係、そう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 。なんかね、偏頭痛そんな持ってなかったのにな、最近本当になぜだろう。昨日もね、夕方痛かったの。治ったんだけど、夜までには。昨日もちょっと曇りっていうかそんな感じだったから。こんばんは。こんばんは。夕方になりがち。うん、なんか、でもお昼過ぎぐらいから夕方にかけてって感じです。そうね、台風の季節だからね。頭悪いこと、でも僕なんかさ、こうされてるっていうか、こうやってやってもめっちゃこうってされてる感じ。そうそう、鎮痛剤はね、仕事の日は飲んでます。でも普通にね、仕事じゃない日になるとは薬持ってないんですよね。でもそう、偏頭痛はだいたい薬飲んだらでも治るかもしれないな、じゃあなんで飲まないのって感じなんですけど。圧迫感、そう、圧迫感。かき氷食べてる時、あ、キーンって絶対なってる。それもやだね。久しぶりに来ました、いらっしゃい。ロキソニン。おお、私はもう頭痛かったらイブを飲みますねそれをねもらう、マネージャーさんとかに大体。あ、でも違う、偏頭痛の薬ももらうんですけど、鎮痛剤飲んだら、うん、頭痛結構治るね。別に薬をそう飲みたくないわけじゃなくて、あの、持ってくるの忘れてるだけなのよそう。こんばんは。今日も眠たい、モカも眠たい、今日めっちゃ。イブの中にもロキソニン含まれて、あ、そうなんだ。でもなんかそんな頻繁に飲んどるわけじゃないよ。胃痛になります。え、私もめっちゃ胃痛さなる。
胃が強いの。あ、そうなの。私やばい、もう胃も頭痛も腰も悪いから、そう、もうですね、あの、そう、腰はね反り腰だから、ここ気になる。ピッ、頭の中気になるね。そう、私なんかダンスとかしてるから結構もうそれ結構腰前から痛くて、もうね痛すぎて寝れない時期が小学生にあったのよ。だからそうとか言ったら、なんかなったとかはないんですけど、ヘルニアとかはなってないんですけど、そう痛かったりするのでよく。でもベッドにね変えてから結構、そう結構ね治ったっていうか、あれですね、明日会えるので寝ます、おやすみ。でもね整体があんまり好きじゃなくてね、あのねやめちゃったのよね一回で。あのそう、痛くないよ全然。あ、その電気とかは本当にどっちかっていうといいよね、いいっていうか、そのポキポキ鳴るのが苦手。ポキポキ鳴っとったってな。でもなんかあの女性の整体の方がいたら嬉しいなっていうのはあるからやめたんだよね一回。だからそう、わかる？アシュラマッサージとかしたら激痛。そう、なんかさ、整体の方ってやっぱ力いるから男性が多いじゃないですか、当たり前で。先生もさ何の気持ちもない、もう全然もう仕事としてやってるのは分かるんだけど、勝手にこっちがね抵抗あっちゃうっていうのがあるので、あのそうそうそう、やめちゃった。中学生で行ったかな一回だけ、小学生かな忘れたんですけど、もう痛すぎて一回行ったんだけどやめたの。そう、でもやってもらったその電気とかは本当に良かった。そのあ、ちょっと痛かったかな、どうだったんだろうか。針行ったことない、めっちゃ気になる。なんかさ、針はさ顔にやってみたいんですよ。あのあるなんか小顔になるみたいな、むくみ取れるみたいなさ、ちょっと違う針かもしれないけどさ、あの美容針めっちゃ気になってるんだけど、みんなはそういうの行ったことある？なんかもう顔にさ細い針をなんかもうめっちゃ刺すみたいな、もうあの美容のやつあるじゃないですか、むくみ取れる。
見たことある？え、痛いの？気になると思って、なんかそう、もう顔がキュッてなるんですよ。裁縫のありはやばい。そう、お姉ちゃんやったことあるのかな、多分してる、してる、むくみ改善だから、そのめなんかいいよね、そういう撮影前とか、なんか顔がちっちゃくなるというよりはむくみが取れるから顔がスッキリするみたいな。そう無理、私痛みに強いからね、結構大丈夫なんですよ、そういうの。やったことないんですけど、なんか昔から矯正してたりとかずっこけたりとかなんかいろいろしてるから痛みに強くて、そう血行がくのかな、気になる。立川でももらった黒水で、確かあれ1本500円するらしい。リスンってマジかでしょ。注射まで、注射なんだっけ。で私あれも気になる、なんかさ点滴でビタミン C 入れるみたいな、あの普通にさ美容だけじゃなくて体が疲れてる方とかにも疲労回復にも効くみたいな、そういう美容のやつは気になるもののやつ。ビタミン C とか普通に飲んでるんですけど、そういう直接体にそうっていうのはないかな。何ニンニクって、え、ニンニク入れんの？なんだなんだ、星になっとる。献血したことないです、多分ね。もうかできないかもしれない。何ニンニク注射って、ニンニク注射って何、ニンニクか入れんの体に。こんばんは、こんばんは。そんなあるんや、元気になる。あ、そうなんだ、なるほど、そのままよ、そのままなの。知らなかった。こんばんは。疲労回復、あ、そう、じゃあビタミン C みたいな感じなんや。でもかわいい、ありがとう。スポーツマンとか、そうなんや。桃注射がいい。桃注射ね。芸能人でやってる人に、ああね、そうよね。テレビとか映るってなるとやっぱそういうなんかむくみ取ろうとか、そういう疲労回復とかより考えるよね。ビタミン B1 が多く含まれてるし、あ、そういうことか。よくさジュースとかにビタミン B1 って書いてるの見たことある。注射は嫌なの。私メールの写真何歳の僕ね、モック本当に嫌だ、本当に嫌だ。あれは幼稚園、電気が出るらしい。なるほどね。チーコンもかわいい。あれはもうネタみたいな写真なんですけど、本当はね、私もっとね、もっとね素晴らしい役をしたことがあって、なんかあれはなんかお坊さんみたいな役をやってたんですけど、その前にひよこちゃんをやったことがあって、ひよこももはすごいひよこで
めっちゃひよこなんですよ。もう全身ひよこで、マジで顔しか出てないみたいな、みたいなひよこちゃんをやったんですけど、その写真がなくて、私もやったことは覚えてるんですけど、どんな姿だったかまで覚えてないから、なんかまた写真がいつかあったらですね。お坊さんの役、なんだっけあれ、お坊さんでもなんだろう、何の役なの、ヤマンバとかが出てくるのってなんだっけあれ、3枚のお札みたいな、あれちゃうっけ、なんかお札が出てくるやつ、それ3匹の子豚。お坊さんはね、なんかあったんですよ、ね、なんかその撮ってるんですけど、その写真が今すぐ見ないっていう感じ。なんかもう何か全然覚えてない、私の記憶もまだまだ全然違うかもしれないんですけど、とにかくめっちゃひよこで、あれでもなんかね、王子、王様か王子様、王様に私目玉焼きになって食べられたんですよ、食べられたっていうか何人も同じひよこちゃん役がいたんですけど、あと王様役も何人もいたんですけど、あの目玉焼きになって食べられました。何の話か分かんないです、もう何も覚えてない、それしか。3枚の札、うんうん、やっぱそれだ。どんなシチュエーション、え、分かんない、本当にひよこから目玉焼きになったよ。で、王様にがこうやって食べてた。私の頭についた目玉焼き。うん、3枚の札。それだ。みんなさ、多分さ、お坊さんのさ、こう頭に、まあ、メールで送ったの見たら分かると思うんですけど、こういうやつをかぶってたじゃないですか。あれが多分みんなかぶりたくなかったから、みんなヤマンバの役を女の子はやってたんですけど、なぜか私はお坊さんやってたんですよ。なんであなたはお坊さんやっとるんみたいな感じでした。でも仲いい友達もお坊さんだったけど、それはその子と私以外はもうみんな男の子がお坊さんやってたので謎でした。ひよこはね、女の子が多かったです。王様が男の子が多かった。あんま覚えてないけどね、もう誰がいたとかも。なんか卒園アルバムみたいな見てさ、あれ、あー確かこんな子が同級生だったねみたいなぐらいの。もう記憶がない、昔の。桃役なかったね。ひよこの写真ないのよね今。うん、大臣役、大臣役。大臣、なんかすごいすごい、なんか難しそう。こんばんは、こんばんは。今のおゆりが主役がいっぱいだし、そうね、なんかいっぱいいるキャラってよりはもうみんなが主役で、みんながみたいな、誰がめっちゃ、主役みたいな感じじゃないよね。昔は違うかったのかな、一人違う役それぞれ。高校とかでさ、文化祭とかでやるとしたらそういうのはないよね。今はもう普通に何々役は誰々、主役は誰々みたいな感じ。でも私そういうのをクラスとかでやるかなっても絶対もう端にいる役やってると思う。てか、あの裏のさ、裏で働く人やってると思う。あの学校とかでやったとしても、木の役やったの、え、木の役やりたい、ワカメの役、え、やりたいって
タキシード仮面、え、めっちゃいいじゃんセーラームーン昔忘年会いいじゃん、タキシード仮面いい役だよ。え、私もティナ役やりたいそう、でもみんなプラスに考えたらさ、ティナ役ってずっとステージ上に入れるよ。プラスに考えたらさ、ずっとステージ上にいる。ワカメ役でいるいる。え、待って、かわいいえ、さ、顔見えるの？私もお花の役したい。なんかさ、こうやってさ、こうやってさ、お花顔でここ顔があって、こうやってあの草持って、こうやってよくない？めっちゃめっちゃやりたいんやけどポジティブ、そう、ポジティブだからもうか、うん、ダンシングフラワーやろうかな。みんなでもそういう演劇とかやってたんだね。いいな。花、花、花やりたい。絶対その主役とかのキャラじゃないからね、私は。絶対できないし、もうブルブルブルって震えて。英語劇ね、やってたんですよ、私の一個上の先輩まで。私たち3人しかいなくて、人数少ないしっていうのでやってないんだよね。英語劇あったけどもっと違う、ちょっとやる気がなかっただけかも。あとスピーチの方出たからそっちだった。ロミオとジュリエットのロミオしてみたかった。いいね。人数いない。そうそうそう、じゃあジュリエット会いますでしょうか。私そこのにいるじゃあ月の役に、好きであのここをあの、ま、円丸いさん、こうやつね、こうやって演劇部は入ってないと思います、高校行っても。私はバドミントンか軽音部か茶道部かですかね。なんかね、ダンス部は結構ポジションとかのあれがありそうだからちょっとね、まだ入ろうと思ったことはないです。そう、佐藤好きなのよ。あるとことないとこがあると思うんですけど、お菓子が食べれる。そうだよ、私はバンドはドラムがやりたいですね。後ろでこそっといたいです。吹奏楽部は向いてないあの何、あのあれなんですよ、私
肺活量全くなくて、風船も膨らませれないぐらい肺活量がなくて、そう吹奏楽部はちょっとね、あとね毎日歩けの結構厳しい部活があんま得意じゃないそう、え、ベースもやりたい、ベースもやりたい、確かに、あの本当にね、あのそういう厳しい部活に毎日通ってた方のこと私はとてつもなく尊敬します。はい、そうですね、ゆるい軽音部ですかね。なんなら だってもう部には入り、もうあの同好会に入りたいと思っております。例えばバドミントン同好会とかがいいですね、将来。ピアノも全くできないピアノねできないし、なんならね音楽会の時にね、あのアコーディオン立候補したんよ。アコーディオン立候補して、そう、でもアコーディオンってさ、ここが硬いじゃないですか。それで引っ張れなくてやめたんですよ。で鍵盤ハーモニカになって、練習してるのにいつまで経っても弾けなくて、本番なんかごまかしてたんですよ。だからピアノ系も苦手な唯一できるのはやっぱこういう系なんですよ。前から鉄筋とか木筋が好きで、でドラムとかそういうリズム系の叩く系とかが好きだから、そういうのはねそんな苦手じゃないんだけど、あの太鼓系とかは苦手じゃないんだけど、あの服系、あのリコーダーとかも苦手だったので、手が届かんし、あ、シンバル得意ですねパーカッションが好きです。そうだからモカはやるとしたらベースとか、まあ、ベースも、でもベースの音が好きだよね。ただめっちゃ目立つとかではないと思うんだけど、やっぱ大事じゃん。いいよね、ベースとかの音好き。ドラムとかそういうのやりたい。でもまだそんなできないのよ私そうできないんですよ。だからなんですけど、また今忙しくてちょっとできてないので、通ったりっていうのがやっぱ学校とかがあるってなると、そう習ったりする時間はないから、うん、やるとしてもまあいつかいつかですね。こんばんは。プロデビュー、すごい。こんばんは。弾き方よくね、全然ね、だね。将来やるかな、やるとしても基礎ぐらいはね習ってたので、なんか曲弾けるように。茶道なら教えれる？すごい、資格持ってんの、すごい。
月見バーガー食べたい。食べたいけど今日からよね。食べようかなと思ったんだけど、うどんの気分だったからうどん食べた。そう、あと私チーズバーガー一択なのよ。食べたいなと思いつつチーズバーガー食べちゃう。ダブルチーズバーガーとか食べてる。みんな食べてるよね今日。リセンさんチーズバーガーが好きです。安くて美味しいっていう。食べてきた、美味しかった？なんか絶対食べたら美味しいくせにいつものやつしか食べないんですよね。私はマックだったらもちろんあのポテトはもちろんなんですけど、シャカシャカチキンのチーズが大好き。甘いは苦手。あ、そうなんや。チーズバーガー美味しいよね。そう、あんま冒険しないタイプなんですよね。定番に行っちゃうっていう。うまかった？うまかったか。普通のチーズバーガー普段は食べてるかな。なんかさ、あんまりお腹空いてないな、ちょっと食べたいなって時はさ、ダブルチーズバーガー1個とか。そう、本当にシャカシャカチキンのチーズの粉を全て入れまして、シャカシャカシャカってして食べるとめちゃくちゃ美味しい。シャカシャカチキンってあんまみんな食べないのかな。食べるよく。私あんま変わった味食べれない人だから、モス派ってた。モスも大好きで両方好きで、もうかモスバーガーのチーズバーガーもめっちゃ好き。その日のあれって感じかな。そう、こんばんは。もう一回シャカシャカして。わかる。ロッテリア近くにないんですよね。どっかにあるのかな。前ね食べたんですよ、どっか香川の帰る前に、あの広島に。めちゃくちゃ美味しかった。それもどこかで食べたんだよな。マックは一人でいけるよ。チーズバーガー美味しいよね。あんまりないよね。ね、あ、本通りある。本通りあんま行かないんですよ、だからかな。そう、本通りにそうあんま行かないね。例えばイオンの中にあったりとかしたらあれなんですけど。そうそう、モスバーガーはなんかね店の中にあったりとかして食べてます。バーガーキング食べたことない。あんま詳しくないのよね、いろいろ。そういえば今日もか美味しいもの買ってきた。あ、美味しいもの買ってきました。うでん、なんだっけこれ、あれなんだっけこれ、アステラおばさんのクッキークッキー、なんかね10枚でね540円だったの。だからママ5枚私5枚で買ったんですよ。ああ、10枚ちょっと嫌だね。私はもうマジで定番に行ってしまいますので、あのママはもうマジ1枚1枚全部違う味なの。
私ももう2種類しか買ってなくてですね、私はあの好きなやつ2枚ありまして、本当に定番を買っちゃう人なんですけど、ナンバーワン、ナンバーツーを買いましたね。ナンバーワンがコンビニとかにも売ってるこの味、チョコチップ。いいよね、こうやって一個一個袋に入ってて美味しいやつで。もでもこれも好きだけど、もう一個は一番好きなやつがこれ、チョコ。これなんだっけな、アーモンドが入ってるチョコですね。そう、チョコチップも好きなんだけど、これも美味しくて、これがナンバーワン、ナンバーツーをこう買って、私の、私のやつなんですけど、ママはね、なんだったっけな、これがアーモンドチョコチップで、私あんま覚えてないんだけど、これなんだろうな、これなんだろう、ナッチ系が好きなんですよ。アーモンドとかそういうのが好きで、ママは。でこれは普通のシュガー、くるみかな。でこれがキャラメル。でこれ何、なんだろうな、なんでしょうか普通に四角い何かですね。全部味違うのよ。ピスタチオなんかな。もう全然ね、自分のね好きなやつばっかりしか覚えてないのでね、本当にねこれはおすすめです。この2点も本当に美味しいかな。ワイワンママ派、あらあら、ナンバーワン、ナンバーツーだっていいんだもん。食べれないクッキー、マジか。まだ食べてないです。うん、美味しい。私は結構チョコばっか買っちゃう人なんですよね。チョコ、チョコ大好きって感じだから、チョコばっかだからそう、美味しいよね。これもナッツ入ってるよ。チョコチップはね入ってないんですけど、チョコチップがたくさん入ってるって感じ。美味しい。もう中学の頃からステラおばさん大好きで、小学校も好きだったけどより好きになってですね、コンビニとかにこの味だけ売ってたんですね。だからこれをね食べてました。よく気軽に近くでも買えるから。なんかね、うちの塾は前言ってたあの、ね、見学に来た人が来るとみんなに100円のこういうお菓子が来るんですよ。これが2枚入って100円のねやつがコンビニとかに売ってたりするんだけど、これとかがあって、そう、すごい塾でしょ。私もね見学に行った時ね、なんかおっきいお菓子もらって、ん？なんでこんなおっきいお菓子もらえたんだみたいな、頭の中は全然何も知らずに行ったから、そう、そう菓子です。でもね、もう最初何も知らなかったの。別にモカが行ってる塾はそんな、なんかもうそこにしかない塾で、その個人塾で調べても出てこないんですよ。だから看板とかで電話かけてやってますかっていうのを聞いて行ったから、もう何も知らないまま行ったんですけど楽しかったです。チョコクッキーだった。そう、多分これが一番人気だからあるんよ、コンビニに。少人数制かな。でも結構いたけどねあと家みたいな家で勉強してるみたいな感じだった、マジで。そう、で
も20人ぐらいいた気がするけどね、多い時は。20人もいないのか、15人ぐらいかな。その時間帯によって自由に来ていいみたいなやつで、結構中学1年生2年生ぐらいが多かったんよね、私が中3の時だから。まださ受験生じゃないから1時間2時間ぐらいで帰る子が多かった。2時間制ので、私は5時間もう何時間でもいていいみたいなコースだったのよ。私は基本ずっといましたもうなんかそう、クッキー欲しくて、いやクッキーはね、その見学来た日だけなんですよ。クッキーじゃない普段の日はあのカゴから5個選んでねっていうお菓子がもらえます。別に知らずに行ったんだけどね、何もそう、しかも私小学校行ってた塾もそういうなんかそんなアットホームって感じじゃない、個人でも一人で勉強するって感じだったんですけど、あの塾もね、あれなんですよあの何時間でも行っていいみたいな、なんならめっちゃ行ってて、なんであんなに小学校の時塾行っとったんやっていうぐらい行ってましたね。小5だけ、小6でやめたけどえでもさ、お菓子は別にさ自分で買えばいいからそんなに重視してなかったかな。でも小学校の頃のももはお菓子目当てでしたね。お菓子目当てで行って80点以上取ったら100円のお菓子1個もらえるから、もうおっしゃーと思って80点以上めっちゃ取ってそうもらってました。100円のお菓子、片揚げポテトとかもらってました。とっても美味しかったです。でそんなに何人もいる塾じゃなかったよね。そのでも中学校のももは別にもう受験生として入ったから、お菓子目当てとかじゃなくてたまたま行ったらお菓子があったみたいな感じですね。そう別に小学校の頃はお菓子目当てで、あの中学はたまたまって感じ。でも中学はもう楽しいけど頭使うとめっちゃ食べたくなる、まあみんなもそうだと思うんだけど感じだから、近くにねスーパーがあったんですよ。だからスーパーに行って買いに行って食べてましたそう普通にもう自分で買って食べてた、めっちゃ。そしたら顔がプクプクしてました。そうだからオーディション受けたてのものは顔プクプクしてましたね、多分。あれそう頭使うとさめっちゃ食べたくなるよね。お小遣い全部お菓子に使ってた。なんかでもお小遣いせいってよりはもう欲しい時にもらってたんですよ。そうあのプクプクも可愛かったですか。そう受験生って顔プクプクしちゃうね。なんか太っとるっていうよりはむくんどるみたいな、なんかそう、なんかさ私って英語部で運動もせずにお菓子を食べてたことによって、なんか別にでもめっちゃ太りやすいって体質でもないんですよ。だからもうなんて言ったらいい、お菓子食べすぎて顔むくんでたみたいな、そういう感じでした。受験生だった、受験生だったけどもうそんなに受験勉強してなかったですね。そう受かったから受かったから、そんな本格的な受験勉強そんなしてないかもしれない。だってもう9月ぐらいに受けてたよね。そう。
歳前後赤鬼お肉確かにつきやすいよね。ちょっと私も気をつけなきゃって思っとる。頭使うとチョコが一番。私塩欲しくなる甘いのも欲しいけど塩欲しくなるの。お腹すくじゃないですか私。あ、学校そのまま帰って、学校からそのまま帰ってあれなんですよ、10時まで塾に大体、まあ10時じゃない時もあったんですよ。いたからお腹すくの。もう夜ご飯の時間なのよ本来。だからポテトチップス大好きでしたね。片揚げポテトがだからその時からめっちゃ好きになって、今もそうです。目指してたのをずっとかにし、うん、そんないいところは目指してなかったです。でも、うん、高知工業に行きたかったんですよね。でもそんなに深く考えてなかったです。そう、まだ夏だったのででもなんかさ、めっちゃいいとこ行っちゃうとさ絶対推薦が難しいからっていう。理系、なんか理系っていうかね、なぜかね行きたかったんですよねそう、姉ちゃんの影響、なんでだろう、わかんない。あんま本当深く考えてなかったからガチで目指してたとかじゃないんですよ。あ、ハンダコテ好きだった。お姉ちゃんの影響でよく文化祭とかに行ってたんですけど、それでそこでやったハンダコテとか楽しかったです。でも私は数学苦手、理科がやりたい人だからじゃあ全然そんな、なんならもう勉強したくない、もうしたくないって思った人なので、ハンダごと気を使った、楽しくない、もっか好きなんだけどやり仕事とかでやりすぎてたらもう別に楽しいとかはないと思うんだけどさ、私みたいにちょっと体験でやった人からしたらめっちゃ楽しかったです。こんばんは。すごく科学が勉強したい本当にって感じだ。今は今さらは無理なんですけど、科学をめちゃめちゃ勉強したいっていうのはあったかもしれないです。ちまちまやる作業、うん、結構好き。結構なんか細かい作業とかこう集中して一回やり始めたら結構やるやん。でも全然何も考えてなかったのでそんな言ってなかったかもしれない。普通に近い高校に行ってさ推薦とかもうめっちゃ頑張ってたかもしれないです。そう、なんかあんまり受験の実力テストとかあんま得意じゃなくて、でも定期テストはめっちゃ得意で結構頑張ってたから、定期テストで推薦を取る道をいつも選ぼうとしてました。ガスバーナーが苦手だった、ちょっと怖いよねボーって感じ。ガスバーナーのさ、めっちゃさテストみたいな、あの手順のテストみたいな、あんま得意じゃなかった。なんかあれ何やっけみたいな。センター押しとくけどない、ない、もうないんですよ何もえ、
そう、なんか手順めっちゃ出なかった、中学校の時とか出てた記憶がある、中1とかで ST になってくれたけど、全然全然本当にね、この食料も向いてないのかもしれないけど、私の中にとっては一番向いてたんです他の人が見てどう思うかわからないけど、私の中では一番向いてたの。人それぞれなんだなとは思うけどさ、でもさ、うん、まあ確かにいろいろな面で見たらまだまだだなと思うこともめちゃくちゃあるんだけど、いろいろできない私からしたら一番できるそう、不器用な私からしたらって感じ、いろいろできる人からしたらそんなにじゃんって感じだと思うんやけど、魅力すごいです、ありがとう。立ち位置覚えられるんだけど尊敬者、探検暗記が得意なもんで、それは役に立ってますね、すぐ忘れますけどサービス量向いてる、うん、それはよかった、かわいいことが仕事、頑張らなければ40歳はライドル、40歳か、腰大丈夫かなそう、2048歳、もう48歳も腰がダメだ踊れない今何時だい？クッキーね、まだ夜ご飯まだ食べてなくて、食べたら後で、じゃあそろそろ読もうかな、ごめんね、今から明日のレッスンのあれしてきます、練習を、うん、レッスンっていうか明日勝手に私が練習するだけなんですけど普通に自分のあれのレッスンですね、自主練ですね実践レッスン、そう、練習はお家とかかな、普通に自主練ですね、明日も今日も、明日はねちょっとお仕事があるので頑張っていきます、結構そんな夜は遅くないけど朝からあるので頑張っていきます、今からは行かないよ、そう、早寝早起きも頑張ります、ありがとう、読んでいくね、13位のシュウさんありがとう、ジニナイトさんありがとう、11位のコウスケさんありがとう、もちゃのことをなでたいさんありがとう、9位のフミヤとマクフフさんありがとう、1位の幻さんありがとう、7位のケイスティンさんありがとう、キャラメルクッキーちゃだい、ママに怒られるよ6位のドラゴンさんありがとう、おもちゃんは僕にとって最高のアイドルだ、大好きありがとう、嬉しい、
うのまぴょのぴーさんありがとう、もちゃんすかいちさん今日ナイトでありがとう、うのジェンターさんありがとう、ももしか練習ファイトありがとう、頑張ってくるよ、サイのとしさんありがとう、でも私今日ももかが大好きすぎるんだから怒ってるなんか寝るありがとう、めっちゃ嬉しい2ののもっち K2 さんありがとう、1位の電話監督さんありがとう、ももちゃんとチョコは生理ありがとう、タモリさんと話してきますよね、でも緊張しそうできたとしても、うん、ゲストやもね、ケイシティさんいいね、ありがとう、ユウさんお団子ありがとう、マピアノピーさんハートありがとう、ドラガンさん音符ありがとう、福ちゃんいいねありがとう、配信見てくれてありがとう、今日もね楽しかった、ありがとうございました、あこれススキか、イネじゃなかったススキありがとう、イネかと思った見たらイネに見えるバイバーイ鈴木か、イネにしか見えんけどな私から見たバイバーイ、おやすみ。